わあ。簡単に見えるね。出てきた出てきた。そのなんか。クリアとかめんどくさいと思うし、なんか書き方全くわかんないのに、松本先生だったらまあ簡単に書けるとはさ、まあ当たり前だけど。大変なの。まあなんか想像つかないからかな。もうすごいね。もう本当に。後ろの人を撮ってる。すごい立ってるみんな。まあそれはそうだろう。ドクロ書いてるね、ちゃんと。ドクロ書いてる。空港まで写真撮ってるし。何分かかるだろう。おーすげー。私ちゃんと動画撮ってるから。あ、そう。そうそう。だってなんかまあこれ面白い。できた絵よりそのどうやってやったとか、うん、そういう方が興味深いなと思って。出てくるなっていう間に、うん、武器かな。それ時間かかるんじゃない。武器はさすがに無理と思うけど。それだけ見たらかなんの。てかそのちゃんと白黒に分けるとしたら、もうあと何時間そこにいるんだろう。なんかカメラの糸のせいで見えないな。見える？どけよテレビの人は。こっち行って。あ、なんかまあいい少しぐらいは見えない。そこから、外から。じゃあもう形もう分かってるってことね。あー違う違う、うん、キャラ描くんでね。今回は誰だろう。巻いてるかな。あ違うかな。なんかいきなり簡単に見えるもん。っていうか全くその何も消すことができないからさ、直せない、ね、そう直せないんで。ちょっと違うからね。もういいわ。もう一番前とはいえいいスポット。
あー母子か。もう5分以上ね。静かだね。あ、もう三人格よね。あー、でも全く見えんな。ちょっと。スクリーンを撮る。まあ撮れるかな。まあ撮ってみたら。うん、撮ってみた。よっしゃ。ごめんごめん、なんか。あ、見れるね。いいね、いいね。もうできたんかな。いい感じ。え、ちっちゃいの何？あれ？なんだろう？ああ、鳥ね。なんか、ちょっと腕が痛いな。もうできた感じかな。まあまた後で完成したら写真撮ろうかな。